サーラ・カバナはアイルランドのレーシングドライバー。カバナ、カバノフと表記されることもあった。1992年に4輪レースデビュー。1995年にはフォーミュラボックスホールのチャンピオン。翌年、イギリス F2 選手権で4位入賞を2回。1997年に来日シセルもより、フォーミュラ日本に参戦。フォーミュラ日本初の女性ドライバーとして話題になった。 しかし、開幕戦鈴鹿での予選タイムは、トップの14秒落ち、決勝は再開で完走。第2戦ミネでは、再び単願書を提出して、決勝出走が許可されたもののリタイア。参戦継続の環境が整うまで、以後の参戦を見合わせたいと、チーム側に、第3戦以後のエントリー休止を申し出、チーム側も了承するものの、結局そのまま復帰することなく、姿を消した。 カバナは F1 を目指すための最適の場として、フォーミュラ日本へ参戦したが、日本の慣れないコースにスピンや他者と交錯したり、あわや接触というシーンも見受けられ、ドライビングが未熟で危険だとする指摘もあった。また、本人が思っていた以上に、フォーミュラ日本のレベルが高すぎ、本人も能力不足を痛感していた。さらに、日本とイギリスをエンジニアやメカニック数人と、 マイレースごとに往復しながら参戦していたため、活動資金の負担が大きすぎた。これらのことから、実力も経歴にも疑問な点が多かった、カバナを起用したことについて、疑問を呈する声や、バッシングも巻き起こることとなった。本人のホームページもすでに閉鎖されており、現在は、フランス南部で夫と子供と共にモータースポーツとは、無縁の生活を営んでいる模様。 レーシングオンナンバー245ニューズ出版1997年 P23 レーシングオンナンバー246ニューズ出版1997年 P61 ありがとうございます。